これは。ラッセルテリアですね。これは可愛いですね。もう無条件に可愛いですね。このなんていうか、いや可愛いな。どうなんですかね。これ小さい犬っていうのは、僕はね小さい犬飼ったことがないかわかんないんですけど、でも好きな人たちがいらっしゃるのわかりますよ。っていうかむしろ大きい犬より小さい犬の方が好きな人多いですよね。まあ、日本のその犬を飼育する環境の事情というのももちろんあるかもしれませんが、この犬はすごい可愛いですね。やっぱ飼いたい人いるでしょうね、たくさん。したものかな。すごい可愛いな。うん、こういう犬がたくさん家にいても可愛いかもしれないですね。いやどうなんだろうな。いやもちろん可愛いですよ。これ自分で買うとしたらっていうのことを今考えたんですけど、どうかなと。僕はね大きな犬が好きなんですよね。小さい犬もちょっと飼ってみようかなと思って、まあ、小さい犬だけっていうのことはもうありえないんですけど、大きな犬が好きだから大きな犬を飼って、小さい犬もちょっと飼ってみようかなって今思ってるんですけど、何の犬がいいかなと思ってるんですよね。スタッフィーはね、もちろんスタッフポジシャブルテリアも大好きなんですけど、もう攻撃的すぎてね、それはもう他の犬を襲ったりしますからね。そんなのはもうちょっと嫌ですね。平和的なあの犬がいいですね。平和的でそのただね、あまりにも遊び好きでその
遊びたい遊びたいっていう犬だとね困るんですよね。その、うん、僕最初ねピレニーズ買ったんですよ。そのなんでピレニーズをやめたかっていうと、もうあそもねもう人間他の人を見たらもうバーって走っていくんですよ。もうどこに何百メートル離れていようと、そしてなんか遊ぼう遊ぼうみたいな感じにするんですよ。それですいませんとか言ってもうずっとそのたんびに走っていかなきゃいけないわけですよ。もうそれが大変すぎてもうすっごい嫌だったんですね。だからそういう風にしない犬の方がいいんですよ。だからといってなんかそのほら遊ぼう遊ぼうってみんなとなんかもう仲良くしすぎだなと思ったわけですよ。だからもう今度はもう仲良くしない犬、もう近づいたら噛み殺すみたいな犬にしようと思ったんですよ。そしたら今度はねもうフリーにできないんですよ。リードでずっとつないどかないと他の人を噛んだりとか、もう子供なんて噛んだら大変なことになりますからね。死んだりしますから、子供が噛み殺したとか、もうそりゃちょっと、もちろんそのもう謝っただけでは済まないし、その一生それはそういうことをしてしまったってずっと僕は思いますからね。そんな当たり前ですよね。だからなんか人をねその攻撃するのも嫌だなと思ったんですね。他の人や犬を攻撃する犬ももうちょっとやめようと思って今考えています。大きな犬で優しくて、だからといってそんな遊ぼう遊ぼうってどこにでも行ったりとかしない犬がいいんですけど、難しいですよね。すっごい考えてますね。昨日ブアブールをこの会場で見たんですけど、すっごい良かったですよ。そう、信じられないぐらいいい犬がいましたね。あの人に子供を子犬売ってもらおうかなと思いました。本当にまたブアブール絶対見ます。この一番リングでありますから、もう一番リングにもかじりついて、ロットワイラーも一番リングであるので、もうこの一番リングにずっといて、ちょっとでもニューファンも行かなきゃいけないとちょっと考えてるんですよね。どうしようかな、難しいですね。なんかジャッジとそのゴニョゴニョやってますけど、体で全然見えないです。あ、見えた。テリアはね、いや全然ものすごく素晴らしい犬種だと思いますし、すごい可愛いですよ。それはもうこんな犬がもうそれは人気ないわけがないですよね。すごい可愛いと思いますね。ただねテリアってキャン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 吠えるじゃないですか。でテリア自体もねちょっと攻撃的な犬なんですよね。テリアと名がつく犬たちは全部ちょっとですよ。その結局ほらネズミとかを狩る犬だからやっぱちょっと攻撃性がありますよね。で攻撃的じゃないというと、まあ、ブルドッグは攻撃的じゃないんですよ全然。でブルドッグ僕は好きなんですね。好きだし攻撃性がないからブルドッグいいんじゃないかと思うんですけど、ブルドッグねもうなんかその運動神経がなさすぎる。犬なのに僕より運動神経はないみたいな。なんか歩いてて溝に転んで落ちるとか、ちょっと嫌なんですよねそれが。だからすっごい今考えてるんですよ。まあもちろん、うわ向こうでケアンテリアやってる、ほら、ケアンテリアすっごい好きですね。僕はもうケアンテリア大好きなんですよ。もう
好きなんですけど、買うかって言われるとちょっと考えるんですよね。買うとしたら、いやもう分かんないです。もうだから今考え中。今考え中ですね。買うとしたら何がいいか。小さい犬を買うとしたら何がいいか。もう分かんないですよね。難しい。このラセテリアすごいいいと思いますよ。かわいらしい。何がどの犬種がいいですかね。小さい犬で飼うとしたら。難しいですね本当に。どうしよう。でもね、小さい犬も飼いたいんですよ、ぜひとも。まあ、まだ今すぐは買えないんですよ。今東京に引っ越したので、もう全然もうすげえ狭いから全く買えないんですけど、だから将来的にですよ。だって犬が好きでこの仕事してるし、犬が大好きなんですから。犬が大好きなのにこの仕事をしているせいで犬が飼えなくなってるんですから、完全なる本末転倒のそのまんまの話。もうなんていうか、中学校の試験の問題で本末転倒という言葉を使って作文しなさいっていうやつですよね。それでその今のことを書くことができます。犬が大好きでこの犬の輸入の仕事をしていて、犬の輸入の仕事のために一年中海外に行かなきゃいけないし、羽田空港や関西空港で羽田空港や成田空港で犬の手続きをしなきゃいけないから東京に引っ越しました。でも東京に引っ越したら部屋が狭いので犬を飼えなくなりましたということですよ。それは本末転倒ですよね。犬が好きで犬の仕事をしているのに、犬の仕事のせいで犬が飼えなくなったわけですから。双方に行ってきました。そのニューヨークの双方に行ってきました。それで何だっけ、ニューヨークの双方に行って、いろいろ見てきました。そしてすごいあれだった、何ですか、何を言おうと思ったの。いや、向こう側にね、なんか日本人らしき女性がいて、今ちょっと目があったんですよ。そしたらパッて目をそらして、なんか隣の女性と話し始めたから、なんか俺今良くなかったでも別にたまたま偶然そこに見ただけで、別にその女性がどうのこうのとかいうことでは全然ないんです。何にも考えてなくて、その全くどういったらいい、たまたま見ただけなんです。本当に変な風に思われたかなと思って、今そっちの方が気になったから、なんか途中で話すのがなんか分からなくなりました。今何の話だっけ。あ、そう、双方に行ったんですよ。やっぱね、双方の、ね、中に入っていくとすごいおしゃれですよ、街が。本当にその雰囲気がね、そのね、建物の色とか、デザインがすごいおしゃれですね、双方は。
ってきてっていうのがあって、すごいおしゃれでした。で、地中海料理のレストランに行ってきました、一人で。その、なんだっけ、しかしジャズの生バンドが、バンドじゃない、まあ、バンドといえばバンドが3人でやってましたけどね、サックスとピアノと、もう一つなんだっけな、なんかやってましたね。すぐその演奏している人の隣で僕は食事してましたけどね。それで、まあ、店の雰囲気もすごい良くて、ソーホーっていうその地区、ソーホー地区ってニューヨークにありますけど、そこの場所自体もすごいね、おしゃれだし、おしゃれな人たちもちらほらやっぱいましたよね。もちろんそのもう観光化されてますから、おしゃれじゃない人もたくさん、てかおしゃれじゃない人の方が多いだけど、ちらほらおしゃれな人がやっぱり目につきますよね。あ、そういえば中国人観光客がいなかった。あれですね、新型コロナウイルスのせいですよね。 Oh OK。You can sit if you want。No, no problem. Oh, it's okay, it's okay. Oops. Beautiful.今ちょっと隣に女性が来て座ったので、今なんか画面がずっとあちこち全然見てませんでした。どっか違うところ撮ってたと思いますが、すごいこの男性のスーツの、なんかね、模様が入ってますよ、あれジャケットに、まあ、パンツにももちろん入ってると思いますが。スーツにもすごい柄が入ってますよ。
just go to some of the shows. No, I think it's only... I know you're not a lot of range. Oops. And then, you know, both of these are showing that anything, nothing like really latch on to it. You could stay here for the day and get something else. Okay, one. We're probably the Japanese are the Japanese. Carriers in West Holland, like West East. Yeah. かわいいな。
完全に男同士で口と口で今キスしましたね。この人とこの17番の人口と口で完全に今キスしましたね。ありえないですね。ちょっとやめてくれよって言うかもしれないですね、僕だったら。なんか手渡されていい。ああ、ビヨビ決まりましたね。ちょっとどっか移ろうかな。Okay. I'm gonna be wandering. Okay. Back to the bench area. After BOB でした。よし、ちょっと止めましょうかね。Yes. Yeah, I got you.